はい、こんにちは。今回は東京湾ルアー青物ワラサイナダです。釣果は船のいけす青物大量です。秋なら東京湾でもワラサ72センチ、どこまで測るのか分かりませんが、尻尾の先まで測っちゃってます。このくらいのサイズが3本、あとは稲田サイズ3本、50センチぐらいですかね。クーラー満タンです。場所はどこでやったかというと、東京湾の富津岬沖第二海堡のところです。この丸のところが第二海堡、左側は航路なので右側だけが釣りできます。今回はですね、この魚探の赤い76センチ狙います。稲田が42センチ、ワラサが76センチ、結構合ってますね。この魚探、先ほど釣ったのと狙い方はジグをそこまで落として早巻きの繰り返し、こんな感じで巻いてます。ただ巻きです。前回のマゴチェーンでは表層でしたが、今回は底の大物を狙います。マゴチ編でナブラやったんですけれども、まあナブラがあったから稲田やったんですけどね。カメラを頭につけて映像を切り替える、ヒットです。リールはシマノのバルケッタ F カスタム、ドラグオンいいですよね。本当お気に入りのリールです。突っ走る青物 P0.85 だから無理はちょっとできません。力勝負にはなりません。青物時間がかかるから途中はカット、次の映像はカットなしにしております。はい、稲田上がってきました。でか、で痛い。上がるまで2分ぐらいかかってます。細いラインなんであんまりきつくできないんで、ネットインがちょっと難しい。稲田50センチぐらいです。上がってきました。ゲット。これはカットなしで映像をお届けいたします。話が続くか頑張ってみます。うん、3分、どうしよう。巻いて落としての繰り返し。2回目のバイトで今80メートルいたしました。これはリールシマノのバルケッタ 150HG ドラグオン、やっぱりいいですね。ジグは 60g、 タングステンのただ巻きです。 25m、 PE1.25 ショックリーダーナイロンで35ポンド 22m、 まあこのくらいないとワラサと勝負できませんよね。 PE0.85、 25ポンドのショックリーダーだと無理したら先ほど切られました。バルケッタ F カスタム 150XG からバルケッタ 150HG に変更しております。両方ともドラグオン、いいですね。上がってくるまで長いんでジギング、どこの範囲を巻くか。釣果に繋がります。魚探を見ている時はですね、私の場合魚のいる層から5から10メーター上まで巻きます。結構10メーターぐらい巻いちゃうことが多いですかね、魚のいる層から。
餌だったら魚のいる層だけで漂わせるのが普通ですけどね。ジグだと一回目線から消すのが絶対いいと思います。11m。 餌じゃなくてルアーを反射的に食べるからです。そこはどこまで落とすかというと、根掛かりしないところならそこまで落とします。根掛かりするところはそこまで落としたいので、フックをジグの上だけにつけます。絶対的にタングステンみたいに抵抗がなくて落ちるスピードが速いのは有利だと思います。反射的に食べるから。5m。 デメリットはっていうと、重たくするとシルエットが大きくなっちゃうんですよね。速いけど落下速度も重要です。だからタングステンを使います。 4m。 シルエットは完全にベイトの大きさがいいと思います。お、上がってきましたね。ここで上がってくるまで話が持ったかな。でもまだあと何匹か釣れてますので、うん、頑張ります。ここからはうまく魚を回してネットに入るように。網で魚を追いかけるのは絶対ダメです。ネット見ると魚逃げます。ラインが短くてロッドが曲がっていると急な突っ込みに耐えられません。プチンとか切れちゃいます。深い場合だとラインとかが伸びてくれたりするんですけどね。浅いともうライン伸びませんから。3分ぐらいでしたかね。力勝負。お、うまくネットイン。70センチ、約3キロの江戸前サワラ。ここからは稲田2連、ワラサ3連。やり途中は話が続かないからちょっとカットさせていただきます。お、ここでヒットですね。ドラグオンあるとヒット分かっていいですよね。やっていても面白い。なんでルアー用にはドラグオンつけないんですかね。不思議。カットして稲田上がってきます。だいたい2分ぐらいのやり取りです。ハイギアとローギアリールでつけるんだったらドラグオンありなしも作ってください。よろしくお願いします。そうそう、今回2023年10月ナブラあったけどトップでやらなかった理由は何って言われると、前回のマゴチ編、たまたま表層コアマンの VJ28 で取れましたが、第2開放付近にいるベイト、カタクチイワシ小さすぎるんですよ。ほんと3センチから5センチぐらい。これも稲田です。おっと、ヒットですね。ベイトのカタクチイワシ3から5センチ程度、ルアーの大きさが合わないから釣れないんですよね。やっぱりベイトとルアーのシルエット大きさ合わせるのは本当重要です。なので水深を深くしてジギング、それか表層をタングステンジグやるか、どっちかです。今回はジギングやりました。稲田上がってきました。
うまくネットに。カジするなら絶対弓角ですが、うん、弓角は万能です。このベイトは弓角絶対いけると思います。ここからはワラサ伝説。途中の3分は話すことできないからカットいたします。結構ワラサだと引っ張りますね。見てきた。わ、でかいやん。ここでワラサ上がってきました。今回もですね、稲田さんもスタートラインブレイク、まあ多分ワラサかなって、タックル変更、ワラサその後3本です。今回のジグはデュオのドラッグメタルタングステン 60g ピンクシルバーです。今回は台湾のTT ベイト使ってないんですけども、TT ベイトもいいと思います。お、うまくネットイン。ドン。江戸前ワラサ、70センチ、約3キロ。はい、人物ね。これが最後ですかね。11月中は第二解放にいてほしいですね、青物ちゃんたち。結構第二解放に片口固まっているので、青物いなくなってもなんかシーバスがつきそうですけどね、冬になると。今は海水温20度、15度ぐらいになると青物いなくなっちゃいますね。やっぱりとやっぱりドラグオンいいですね。やっぱり20度切るとシーバス元気になってきます。ここから3分持たないからカットです。最初はフルパワーで青物突っ込むからドラグオンやっぱりいいですね。あと上がってくると魚影が見えて楽しい。ロフトはジギング用のものでなく、シマノのライトゲーム BP64M200 とダイワのモバイル X73MH18、 ほんとエサ釣り用のロッドを使っています。専用ロッドをいっぱい揃えるのも楽しいかもしれませんが、いろんなもので利用できます。全部ロッドは魚を釣るために作ったものですから、よし、専用ロッド買う必要もないですね。うっよいしょ。江戸前のワラサいい感じ。下が今回使ったずんぐりむっくりしたドラッグメタル TG60g、 上はスリムってやつです。今回はワラサ稲田青物祭りでした。もう夕方なので木更津マリーナに寄港です。第二解放からでした。まあ3時ぐらいで夕方ですからね。今週は油があって美味しいです。うん、照り焼き、ブリタン、最高です。本当美味しいです。ブリ大根なんかは鍋一杯作ってます。これワラサ一匹分です。大根の方が好きだったり、しかし本当美味しいです。どうもご視聴ありがとうございました。楽しい釣りを。では。